ノルウェジアンエルクハウンドグレーはノルウェー原産の犬種の一つである。別名はグレーノルウェジアンエルクハウンドグロ、グロフント。単にノルウェジアンエルクハウンドと呼ばれることも多い。混同しやすいがスウェーディッシュエルクハウンドは別種でノルウェジアンエルクハウンドブラックはグレーから作られた弟種である。雪上に手帳古代犬種の一つであると考えられていて、 およそ6000年前にはすでに犬種として存在していたノルウェーの知犬である。古来は猟犬として使われるだけではなくバイキングのお供として航海に同行し主人を守るのに多く用いられていた。主人が死ぬトライセでも主人を守ることができるよう一緒の棺で永遠の眠りについていた。 この棺はいくつも発見されており、主人と生涯を共にした愛犬の遺骨も発掘されている。この棺の発見は、本種が実際に古くから存在していたことを証明する大きな証拠となった。ちなみに、バイキングと永遠の眠りについた犬はグレーだけではなく、他のスカンジナビア半島原産の古代スピッツ犬種のものも数巻発見されている。 主にその名の通りエルクを狩るのに用いられていたが、この他にも野生のトナカイ、ヘラジカ、クマ、オオカミ、ヤマネコ、アナグマなどといった様々な獲物を狩ることができる。狩猟は主人とグレー一頭がペアになって行うが、獲物の追跡方法には二つの方法が存在する。一つはグレーを自由に行動させて、匂いを追跡させるレスフント方式。もう一つは、 リードにつないで匂いを追跡させる、ルールフント方式である。レスフント方式は開けた場所で、ルールフント方式は深い森の中で行われる。獲物を発見すると吠えて主人に知らせ、レスフント方式の場合は吠いた後にすぐ、獲物の居場所に自ら倒しに向かう。ルールフント方式の場合は獲物に近づいてからリードを、離してもらい、獲物のいる場所へ向かう。 獲物と対するとグレーは吠え立てて、相手をか乱させたり噛み止めを行って、獲物を動けなくし、鹿類や穴熊の場合はそのまま自らの手で仕留める。力が強く強力な武器を持つ大型銃の場合は、噛み止めをして動けなくし、主人に、猟銃で仕留めてもらうことで狩猟は完了する。子犬狩猟のシーズンが終わると、一般的には、番犬として用いられる。 愛犬ブームや犬に対する考え方が変化する。以前はどこの家庭でも大抵家の庭に犬小屋を設けて、そこで飼育されていた。このため、冬の寒さに対応するための体寒性や体の丈夫さ、毛皮の厚さなどが通常の犬種に比べてかなり高い。現在は用いられていないが、先に述べたように古来はバイキングのお供としても多く用いられていた。 高校を共にする仲間として扱われていて、様々な雑務をこなすのに一役買っていた。長い船旅で疲れた主人の心を癒したり、船に現れたネズミを駆除したり、旅先で狩りをして、食料を調達したり、主人の護身を行ったり、船の場もすることなどがその主な仕事内容である。現在も、ノルウェーでは、非常に人気の高い犬種で、国を代表する。 国民的な犬種として国犬にも公式に指定されている。原産国では猟犬としてだけではなく、ペットや消毒としても多数飼育されている。ノルウェー国外でも人気がある犬種で、ヨーロッパでは比較的知名度の高い犬種である。しかしながら、ヨーロッパ以外では隣国スウェーデンのスウェーディッシュエルクハウンドと混同されることがよくあり、 知名度はそこほど高くはないのが現状である。日本にも稀に輸入されており、国内登録が行われることもあるが、頭数が少なく、日本国内では極めて珍しい存在である。日本犬のようなスピッツタイプの犬種で、筋肉質で、がっしりとした体格をしている。顔つきも日本犬そっくりであるが、個体によっては額にわずかにシワが寄っているものもいる。耳は立ち耳、おは巻きを。 コートは非常に厚いショートコートで極めて防寒性が高い。このコートは密度が高く防水性がありやや固めのオーバーコートとふわふわした保温性のあるアンダーコートの二重構造になっている。毛色はその名の通りグレーがかった形状で顔や耳、背などの特定の場所には自然な黒い色が入っている。 体高はオス 52cm 前後でメス 47cm 前後。体重はオス 23kg 前後で、メス 22kg 前後の中型犬。性格は主人に非常に忠実で、従順、主人家族に対して友好的であるが、警戒心と気が強い一面もある。運動量は普通だが、仕事柄により吠え声が大きいため飼育の際には、注意が必要である。 かかりやすい病気は、網膜萎縮症、高温多湿の環境下で飼育した際に起こりやすい、皮膚疾患などがある。陶器の寒さが厳しい国で育まれた犬種であるため、暑さに弱く、夏季が高温になる地域などで飼育する際には、室内でクーラーをつけて飼育をする必要がある。ありがとうございます。